今回の動画ではポーランドのサッカー用語を紹介していきたいと思います。今回は試合中絶対に耳にする掛け声を主に紹介していきます。実際にポーランドでプレーをして学びました。これからポーランドへ留学することを検討されている方は参考にしてください。今回の動画は試合中のコミュニケーションというのがメインのテーマなので、ボールだとかゴールだとかそういう基礎用語は紹介しません。ネットには基礎用語を紹介する記事が5万とあるので心配ありません。それではまず試合中攻撃時によく聞く掛け声を紹介します。ポダイ、ポダイ、これはパスという意味です。しかし試合中はあまり聞こえないですが、これを言っても間違いではありません。イエステン、こっちの言葉の方が、パスをくれという意味として使われることが多いです。直訳は私はここにいるという意味なんですが、私がここにいるからパスをしろという意味として使われます。プレツィ、これはマノンですね。相手が後ろから来ているぞとボールを受けている味方に伝えるための言葉です。チャース、これは先ほどのプレッツィの真逆の言葉ですね。ボールを受ける味方が相手がいなくてフリーの状態の時に、フリーだよ、時間があるよということを教えるための言葉ですね。直訳は時間なのでチャース。シュプチェイ、これはもっと早くという意味ですね。例えば味方の球離れが遅かったり、あるいはプレスをかけるのが遅かったり、そういう時に注意するために、もっと早く行けよという意味を込めてシュプチェ。ウデシュ、これは打てという意味があります。これはペナルティーエリアに迫ってきて、シュートを打てるぞ、シュートを放てと言いたい時に使う言葉になります。攻撃時はこんな感じです。で、最悪プレッツィとチャス、この2つは絶対に覚えておいてもらいたいです。続いて守備をする時に、よく使われる言葉を5つ紹介いたします。プラバレンカ、これは、右手に敵がいるぞということを伝えるためになります。マークの受け渡しの際に有効です。レバレンカ、これはさっきの逆の左手に敵がいるぞということを伝えるために言います。モツノ、これは、もっと強く、だから、もっとアグレッシブに、もっと強くいけということを言います。ニェナラーズ、これは、ディフェンスの時に、1対1のディフェンスの時に、飛び込むなという指示を与えるための言葉です。ニェファウラ、あるいはベースファウラ、これはこれも1対1のディフェンスの時にファウルをするなよという意味です。続いては攻撃守備、関係なくどちらの場面でも使う言葉を紹介していきます。ボショ、これはボールが線から出た場合、審判にアピールするときに使う言葉です。ナシャ、これもボールが線から出たときに使う言葉ですが、これは自分のボールだということを主張するための言葉です。レンカ、これは相手がボールを手で触ったときに審判にアピールするための言葉になります。モヤ、これはキーパーがゴールから出てきて、自分のボールだということをはっきり伝えるための言葉になります。相手のゴールキックの時に、それをヘディングする際にも使うことがあります。バイバイ、これは日本語では直訳はないのですが、大体は行けという意味ですね。スペイン語でバモスという言葉がありますが、それと似た感じです。グライ、これは続けてという意味です。試合中たまになんかファールっぽいのが起きたけど、これは続けていいのみたいな
一瞬プレーが止まる時ありますよね。そういう時に笛が吹かれないので、ぐらいぐらいぐらい、続けろ続けろという意味です。ブラボー、まあ、これはまあイタリアとかスペインとかでよく使われるブラボーと同じ意味ですね。これはまあ味方がいいプレーをしたり、いいゴールをした時は、まあ、ブラボーと一言言ってあげると、まあ、チームメイトも喜ぶでしょう。今回の動画はこんな感じです。ネットではあまり扱われていない言葉、現地に行かないとわからないような言葉を、まあ、こっちに実際プレイして学んだ言葉をメインに紹介してきました。これからポーランドサッカーに挑戦する方々の助けになればと思って動画を作成いたしました。この動画が助かったと思った方は、まあ、ぜひぜひ、いいねと、まあ、チャンネル登録、これからもこういったポーランドについての情報を配信していこうと思うので、いいねとチャンネル登録をお願いします。インスタとツイッターもやっているので、そちらのフォローもよければよろしくお願いします。